アトレチコソロカーバは、ブラジルサンパウロ州、ソロカーバを本拠地とする、サッカークラブである。正式名称は、クルーベアトレチコソロカーバ。クラブは、1000と同じく文戦名の世界平和統一家庭連合に所有される。1991年2月21日に、バスケットボールクラブとして、起業家、ジョアン・カラカンテフィーリョによって創設された。 1993年3月15日、CA バルセロナ及びエストラダデフェロソロカバーナ、FC との合併を経て、アトレチコソロカーバは、サッカークラブとなった。カンピオナーとブラジレーロセリエシーには19 19、1994.1995、1996.1997、1998.2002、2003.2004年に参戦した。 最高成績は1996年の第3ステージ進出である。2008年11月29日、コパパウリスタ決勝で相手側のホームである、エスタジオバロンデセラネグラニテキンゼデピラシカーバを下して優勝した。同シーズンには、レコパスルブラジレーラに出場した。準決勝でペロタスを2から0で下し、決勝でブルスケに1から0で敗れた。ありがとうございます。